素敵にキス、シャララララ素敵にキス、バレンタインデーキス。はい、というわけでこんにちは、本日は2月13日、明日はバレンタインデー、皆様ご機嫌いかがでしょうか。松岡理香です。いつもご視聴くださりありがとうございます。私は今もうこの YouTube の三重丸見えの撮影と編集とね、それ以外ももう結構同時進行でいろんなことを、時間も体力もわりかし酷使して、頑張ってるんですけども、だからね、いろいろちょっと時間が足りなくて後回しになってしまっていることもあるんですけども、でもね、なんか前はすごいこういう時って罪悪感いっぱいになったりとか苦しくなっちゃったりとか、はあ、遊んじゃダメだ、頑張らなきゃみたいな、なんか何か見えないものに追われていたんですけども、不思議とこう苦しくなくって幸せです。もう本当になんだろうな、年を重ねれば重ねるほど幸せです。で、それは何なんだろうなって、なんかバレンタインで、バレンタインってね、まあ、あの恋人たちの告白をし合うみたいな、チョコレートをね渡して、そういう日だったりもするとは思うんですけどもね、恋って愛ですからねだからちょっとなんか幸せについてもふとなんか考えて見ている昼下がりでございます。で、だからなんか幸せってなんだろうって思った時に、あ、安心することだ、私今ものすごく安心しているんです。時間ないし、なんか追われてるものはあるし、眠れない、寝る時間割いたり、寝てもこう夢見ちゃったりとかあるんですけど、でも安心してるの、なんかものすごく安心してて、それはなんかこう、愛してる人に愛してるって伝えられていて、そしてその愛してる人たちからこう愛してるよっていう気持ちをちゃんと受け取れていることによって安心しているからだって思って、で、なんか安心が幸せなんだって。だから安心するために私は生きれてるよくわかんないけど、うまく伝わんないかもしれないんですけど、だからまあ無理やりバレンタインにまた話を戻しますけど、チョコレートはね、バレンタインはね、恋人たちだけのものではなく、お一人様のあなたにだって私にだって、チョコレートを頬張ればほっと安心を与えてくれて、その安心が、はあ、幸せだなって、思わせてくれるんです。だからそんな安心幸せを呼ぶ三重県のチョコレートを、今日はご紹介していきたいなと思います。先日、東京日本橋にあります三重県アンテナショップ三重テラスさんでチョコちょこっと今日の日のために買ってまいりました。はい、チョコレートといえばコーヒーということで、これ全然東京の渋谷なんですけど、まあ三重県の猿田彦の神様にかけまして、そうね、バレンタインだからチョコラブレンド、猿田彦コーヒーさんのショコラブレンドを入れてきました。これ美味しい、甘くないんですよ、柔らかな飲み心地、まさにそう、ミルクチョコレートの余韻、カカオの香りがほんのりするコーヒーになってます。これを飲みながらアンテナショップでね、ちょこちょこっと買ってきたんでご紹介していきたいと思います、っていうか食べたいと思います。まずはこれ美味しそうだと思ったんだ、ちょっとね、持って帰り方が悪かったから、よいしょ、バナナが
落ちちゃってるけど、三重県津市国道23号線沿いにお店を構える和菓子から洋菓子まで幅広いラインナップが地元で評判を呼んでいるスイーツ店、創業明治43年になる和洋菓子専門店で、初代が三重から東京へ渡り日本一歴史のある和菓子店、東京塩瀬総本家、この塩瀬総本家創業670年余りにて修行を初代が行い、明治43年に三重県津市の現在の地に東京塩瀬分店としてのれん分けしたのが、こちらのチョコレートを販売しております利根菓子館さんの始まりだそうです。お店もとってもネットで調べてみたら可愛らしい洋館風でね、1階はケーキとかお菓子のショーケースがあって、なんかまるでお菓子の宝石箱みたいになってるらしいです。100種類以上のお菓子が1階には並んでいるそうなんですけども、2階にはねギャラリーがあるんだって。地域の作家さんとか三重県ゆかりの絵画、染め物、書道、彫刻などをお楽しみいただけるとのことだそうです。あとね、地域文化振興にも力を入れてらっしゃるんだって。県に次回行った際はね、訪れさせてもらいたいなと思っております。三重県の津市本町、利根菓子館ホームページも、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチケラッチョしてください。というわけで、パレットショコラっていうこれやつなんですけども、ゴールドチョコレートってどういうこと、こっちゴールドチョコレートだって、ゴールドだよ、どういうこと、ミルクでもなくビターチョコでもなくゴールドチョコレートにバナナチップ乗っています。そしてパレットショコラ、こっちはナッツ、アーモンドとかくるみとか乗ってます。じゃあ食べたいと思います。いざ実食。もうめっちゃいい香りなんですけど、チョコレートのいい香り、こんな感じで薄いパレットになって、いただきます。このゴールドチョコレートの上にとバナナチップスのところ食べると、チョコレートがすごいマイルドなんですけど、マイルドなところにバナナチップスの塩味がいいバランスで口の中に広がるんですけど、これね、これこの上にトゥントゥントゥンって乗ってるのなんだろうと思って食べたら岩塩っぽい、おいしい、塩合うね。プレゼントしたら喜ぶよこのチョコ、こんなに美味しいんだったらもっと買って、バレンタインの日みんなにくればあればよかった。お世話になってる人にね、1枚ね350円ぐらいだったからちょっとした人に手って渡す分にはいいですよね、350円。でも嬉しいと思う、これ350円以上の喜び、幸せ。ではでは、こっちこれ可愛いですね、もうなんかザ・バレンタインっていうデザインナブルなナッツの持った可愛い、いただきます。まずチョコのところだけ食べてみましょう。おいしい、おいしい、え、なにこのショコラ感、スイートチョコレート、ココア、あ、ココアの香りなのかな、美味しい。このあのね、食べてもぐもぐした後に味変してくる口の中で、であのねキーンってする甘さじゃない、やっぱり上品だわ。まあ、今日アーモンドと食べると全然口の中で広がるこのチョコレートの印象が変わる。アーモンドと食べても変わるし、くるみと食べても、カシューナッツと食べても変わるし、このこれない、この赤いのなんだろうね、あ、うん、
ドライイチゴ、うん、これはそれぞれこの場所、この上に乗っているデザートの場所にたどり着くたんびに味変できる。美味しい。これちびちまちまね作業しながら食べよう今日。ぜひ、トネ菓子店ホームページにもリンク貼ってありますので、ぜひチケラッチョしてみてください。はい、続いてはもう一つ買ってきたんですけども、チョコレート菓子専門店ティーニの菓子工房。ティーニの菓子工房ってまたちょっと珍しいお名前のチョコレート屋さんですよね。チョコレートとチョコの専門店で、ね、三重県津市にあるお店だそうです。こちらも津市ですね。創業100年以上の老舗和菓子屋さんで、チョコレート専門店の先駆けとしてティーニの菓子工房をオープンして以来、もう地元では知る人ぞ知る地域ど密着のお店だそうです。もうなんかこちらの会社名でね検索してみたら、社員さん募集の、そう、社員さん募集の記事も出てきて、そこにはね、もう120年以上続く老舗企業ですって書いてありました。神々やほんま。こちら2階にはカフェも併設されてて、ここにもだからね、同じ津市だからね、行きたいなって思って次回絶対行くリストに入れましたけど、三重県津市スイート巡り企画三重丸三重ってやろうと思って。というわけでこちらですね。これね、私リンゴという存在が好きで、ただそれだけで、このアップルチョコレート、リンゴのチョコレートを買ったんですけども、これリンゴを蜂蜜に漬け込んでミルクチョコレートをかけたお菓子だそうで、コーヒー味とシナモン味の2種類入っているそうです。これね人気みたい、ネットでも調べたら。こんな感じかわいいね。これがコーヒー味で、あ、シナモン味あった。というわけでいざ実食の前に、コーヒー美味しいね。ブラック派です私。じゃあまずはスタンダードコーヒー味から。あ、こんな感じなんだね。いただきます。うん。うん。うん。美味しい。これまた。うん。このリンゴのチョコレートももちろん美味しいし、リンゴも美味しいんですけど、これ何が一番ね、なんかちょっとやみつき感があるんですけど、何が一番これやみつき感あるかって、なんていうの、歯触り、この口で咀嚼する瞬間にものすごいシャキじゃなくて弾力のあるシャキみたいな、美味しい。そして噛んだ瞬間にこのリンゴのね、なんだろうね、なんかリンゴ、はい、まさかのここから背景が夜になりましたが、リンゴのねって言って、その後なんか全部撮り終わったと思って編集してたら撮れてなかった。そう、今更ですがリンゴのジューシーさがね、フルーツのジューシーさが口中に広がって、チョコレートの甘みがこう後から追っかけてくる感じが本当に美味しかったので、ぜひ、いらしてみてください。なんで撮れてなかったの？なんで撮れてなかったの？というわけで、ティーニの菓子工房三重県津市大門にございます。ネットショッピングもできるそうなので、概要欄にネットショッピングの URL も貼ってるので、ぜひよかったら、幸せをかみしめに、安心を絵にクリックしてみてください。ショックというわけで、この番組では三重県伊勢市生まれ奈良育ちの歌手松岡里香が、音楽活動20周年を迎える2022年に向けて、自分のルーツを探るべく、まずは生まれふるさとの三重県の全29市町村を巡り、もっと好きになって、さらに好きになったものを発信して、そのラバボー愛しいものを味わい尽くす番組になっております。現在29市町村中27市町村へ、伺わせていただいております。いいねと
思った方はぜひ、チャンネル登録をしていただけましたらとても嬉しく思います。そして一緒にね、三重県のあなただけのお気に入りの場所、愛しい場所を見つけられたらなと思っておりますので、ぜひぜひどうかよろしくお願いします。というわけでまた松岡理香の三重丸三重でお会いできたら嬉しいです。バレー。